こちらは、あちらにもトイレがありますね。トイレがいっぱいありますよ。下には降りていけないんでしょうかね。フリー Wi-Fi なんて書かれてますね、ひさしの。間近で見てみたかったですね。この辺りの位置からの方が、この木がね、今邪魔だったんでね、こっちからだと、なかなかいい感じで見えますね。すごい滝のね、これ、この真ん中に座ってね、お風呂のように使ってみたいですけどもね、流されますかね、さすがに。こっちの方もやはりね、流れが、滝のね、すごい勢い、水の勢いがありますね。そして、この辺りはね、緩やかな感じになってるんで、この辺りでね、お風呂のように使ってみたいですけどもね、まあ今の、まだちょっと寒いんでね、真夏だったら気持ちよさそうですけどもね、水風呂としてね、まあそんなことはしちゃいけませんし、そんなことする人はいませんけどもね。上からのアングルじゃなくてね、下からのアングルでの写真が Google マップにも掲載されてるんで、もうちょっと下から見れる場所を探してみましょうかね。近づいた方がおそらく迫力はありそうなんですけどもね。観光案内所って書いてますね。手作り再生オブジェバイク、手作りだそうですね。こちら、あ、ようこそ。猫ちゃんがねずっと揺れてますね。開運ということで、あれ、あそこに階段らしきものが見えますよ。通路、こっちから、あ、降りていけるんですかね。これ降りていけそうですね。やはり滝はもっとね、間近で見た方がこうマイナスイオンがね、体中でたっぷりと味わえるんじゃないでしょうかね。ちょっとこっちから行ってみましょうか。洞窟キノコ園は2016年に閉園しましたって。洞窟の中にこのキノコのこういうのがあったんですね。キノコ園、洞窟キノコ園は旧曽木発電所への漏水路跡を利用した地下の観光施設です。今も明治の面影を強く残している漏水路跡、地下環境を利用したキノコの栽培、すごいですね。ミュージアム、この滝の周辺で採れた鯉とかナマズ、水槽内で泳いでたっていう。あ、大人200円でね入れたんです。あ、残念ですね。2016年ってことは今がね2022年なんで、6年前にね閉園しちゃったようですね。さあ、この辺りもベンチなんかがありますね。こっちからも眺めれるようですね。あ、なるほど、やはり近くで見る方がね、あの辺がねすごい水蒸気のようにね、しぶきが見えますね。もうちょっとあっち行ってみましょうか。あ、もうちょっとあっちは行けないようですよ。これが洞窟キノコ園、これねロープ張ってますけども、この下にね階段が続いてて、あっちからもね降りるように、これもね入り口が封鎖されてますけども、6年前に終わったようですね。あ、そしてこちらはね、扉が、鉄の扉とね鍵がかかったような、そんな感じになってますね。残念ですね。洞窟キノコ園見てみたかったですけどもね。ということは、あ、でもこっち歩いていけるみたいですね。こちらにね、洞窟キノコ園の残骸が残ってますね。あ、残念ですね。キノコ狩りでにぎわう洞窟内。あ、洞窟の中でキノコを狩ることができるんですね。できたっていう過去形ですけどもね。これはどこまで行けるんでしょうか。こっちは立ち入り禁止って書いてますね。こっちの方は行っていいんでしょうか。あ、もう先はないようですね。ここまでのようですね。あ、すごい。しかしこれはこの辺までは行ってもいいようですね。紹介とかいう看板も出てるんでね。あ、石積みなんちゃら、こういうのが見えてた。当時の清水門の様子ということでね、昔はこんな感じになってたようですね。現存する貴重な機械、第一発電所は明治39年、1906年に完成。あ、これずっと遊歩道になってますね。わ、すごいですね。やはりここから見た方が迫力ありますよ。いや、蜘蛛の巣が張ってる。やめて。スパイダー。スパイダー。この階段降りたこの辺りはね、やはり水の勢いがね激しく流れてますよ。そしてこちらね、ここは入っちゃダメです。ここまではね遊歩道になってるんでいいんでしょうね、おそらく。あ、すごい、ここで見るとやはりマイナスイオンがたっぷり感じられますね。ド迫力ですね。この辺ね、白っぽくふわっとね水しぶき、マイナスイオンたっぷりですね。あ、これはやはりね近くで見ると迫力ありますよ。
すごいじゃないですか。ひんやりとしたね、水蒸気。マイナス4たっぷりね、私、全身浴びておりますね。気持ちいいじゃありませんか。すごいですよ、この水の勢い。この辺りすごいですね。落ちたら大変ですね、これ。流されていっちゃいますね、これね。この遊歩道ね、もうちょっと行ってみましょうか。柵になってますね、こちらで。あ、これは何でしょう。これが発電所、自動、このなんかゴミを取り除くような、そういう機械のようですね、これがね。ここが柵になってて、すごい勢いですよ、水が。さあ、そしてね、こちらが正面から見たね、そぎの滝です。ここが一番いいポイント。あ、すごいね、水しぶきがね、私の顔にもかかるぐらいの勢いでね、ここが一番のベストスポットなんじゃないでしょうかね。夏場なんか涼しいと思いますよ。そぎの滝でございます。向こうの方まで何か続いてますね、遊歩道が。あちらの方にもね、滝のようになってますね。どこまで続くんでしょうか、この滝は。安山分泌の神清水神社って書いてますね。そして滝で展望デッキ、こっちの方にもねあるみたいですね。あ、すごい、やっぱこっち側もいいですね。こっちの方もね、あ、これが滝の展望デッキということで、ここですね、大きな木が植えられてますけども。さあ、こちら側もね、なかなかの、あ、こちら側が、あ、すごいですね、ここ。これこっち側、右も左もね、見れてる。あ、ここが一番かな。そしてあの、いっぱいね、白い鳥がね、何でしょうかね、あの鳥は。気持ちよさそうに飛んでますね。ここすごいですよ、ここ。すごいね、この岩肌からのこの水の量、すごいですね。このようなね、鳥が気持ちよさそうに飛んでますよ。あ、いっぱいいますね、鳥が。いっぱいいますよ、この辺り。これは気持ちいいでしょうね、水を浴びて。たくさんいますよ、これ、ほら。なんでしょうか、この鳥は。ここがすごいですよ、この滝。いや、これはね、見てるだけでね、この大自然を感じると言いますかね、このマイナスイオンをたっぷりと感じてね、なかなか癒されますよ。癒しスポット、パワースポットですね、これは。気持ちいいじゃありませんか。いいじゃないの、いいじゃないの、そぎの滝。何やらまだこっちにね、遊歩道続いてますけども、これはあそこが展望ポイントなんでしょうかね。あ、これもここまでか。一応先端まで行ってみましょうか。あ、こちらすごい、すごい感じになってますね。あ、観音淵、こちらがね、観音淵ということでね、秀吉、豊臣秀吉ですね、この島津義久との和議が成立し、帰郷する際、曽木の滝を見学しました。その時、忠元は秀吉に隙があればここ観音淵に突き落とそうと考えました。ここからね、豊臣秀吉を突き落とそうと考えてたらしいですね。その秀吉もね、その殺気を感じて忠元の袖を捕まえてギュッとね、一時も離さず、忠元もまた秀吉の心を見抜く力に心から敬服したと言い伝えられていますということでね、もうバレちゃってたっていうことですね。ここから、えい、突き落としちゃえとこう内心企んでたのがバレて、秀吉にね、ずっと袖をつかまれてたという、そういう場所のようですね。なんという場所でしょうか、これは。その忠元という人はね、ここから秀吉を突き落とそうと考えながらここを案内してたようですね。なんという恐ろしいですね、怖いですね。ひょっとしたらここがね、豊臣秀吉の最後の地になってた可能性もあったわけですね。怖いですね。あ、なかなか気持ちいいですよ、これ。ちょっと天候がね、あいにくの曇り空ですけどもね、晴れた日、もっと気持ちいい天候の日なんかね、マイナスイオンたっぷりで、こう風もね、今緩やかな風が吹いてましてね、真夏とかで、ね、天気の日、暑い日なんかに来たら気持ちいい感じでね、滝を眺めながらね、あそこで買ったサンドイッチやハンバーガーなんか食べたりしてね、なかなかいいスポットですよ、これは。このマイナスイオンをたっぷり感じてね、癒しのパワーを蓄えてからね、このパワースポットですね、本当に。いやー、感動した。今のはカットしましょうか。小泉首相のあれじゃないですけどもね。
感動した。カットしましょうか。こちらね、曽木発電所を作った人物野口従うの略歴というふうに書かれてますね。この方、野口さんがね作られたようですね。随分お若く見えますけどもね、まだドイツジーメンス社製の発電装置、曽木第二発電所円形ということでね、すごいですね。この方が創設したんですね。若く見えますけどもね、この写真にはね、まだ30代ぐらいじゃないですか、これ。さあ、こちらにも何やらね書いてますけども、合兵の力石と活廃石ということでね、こちら活廃石で力石って書かれてますけどもね、こちらね、伊佐の武将なんちゃらの家来の大鹿川合兵衛は力が強く水冷のうまい武将であったとされ、特に水中から敵に迫り引きずり込んで首を取るのを得意としていましたということでね、すごいですね。水中に引きずり込んで首を取るというねすごい作戦ですね。関ヶ原の合戦では石田三成から褒美を受けたほどの豪傑でしたが、あまりに粗野な性格であったため、その褒美は刀から金に変更されたとも言われており、また年賀の挨拶の時に島津義弘に山芋を掘ったことがあるという逸話を持つ人物でもありました。少年時代のある日、泳ぎ疲れた豪兵が岩の上で昼寝をしていたところ、漁師がカッパと間違えて鉄砲を向けたという話から、その岩はカッパ石と名付けられました。また滝の左側には豪兵が並べたとされる同じ形の4つの館の巨石が見られ、力石と呼ばれています。なるほど、このカッパ石にね、少年時代の豪兵が座っていてカッパと間違われたっていうことですね。すごいですね、カッパに間違われるっていう。そしてこれが豪兵が並べたと言われるね、力石、どこにあるんでしょうかね、気になりますね。そして豪兵さんのこの写真はさすがになくてもね、この絵でもねあったらいいんですけどもね、豪兵のカッパ石どれでしょうか、ちょっと探してみましょうかね。カッパ石、カッパ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 、ちょっとねカッパ石と力石分かりづらいですけどもね。あー、こちら令和3年7月10日豪雨災害の当日の様子ということで、うわすごいですね、これ令和3年ということは去年ですよ。ていうかまだ1年経ってないですね。今現在ね、令和4年2022年のね5月の10日ということなんで、まだ1年経ってませんけどもね、このような豪雨災害の時はこんな状況だったんですね。さあ、カッパ石と力石ちょっと見てみたいんですけどもね、どれでしょうかね。全部同じような岩でどれがカッパ石なんだか力石なんだかちょっと分かりにくいですね、これはね。さすがにちょっと分からないですよ、これはさすがにね。こちらで進んでいきますか。今回の旅はね、この行った先々でね、ちょっと腰を落ち着けてね、休憩するのが一つの楽しみなんですよね。前回まではね、撮影が終わると次へとね、大急ぎでこう、なかなかのね、ハードスケジュールで飛び回ってたんですけども、今回の旅はのんびりとね、その観光地も楽しみながら行ってるんでね、ちょっとここでね、いただいたコメントなんかを読んで、ちょっと休憩していきましょうかね。せっかくなんでこの清水神社ちょっと参拝していきましょうかね。あ、縁結びハートマークになってますね。何やら写真のね撮影スポットのような感じでしょうかね。ちょっとお賽銭入れていきましょうか。分筆の神ということでね、すごいこれは立派なあれですね。ほいっと、このよくねこういう石をね、ここもそうです、積み上げてこういう風になってますけどね、たまにこういうのいろんなね各地回ってると見かけるんですけども、ちょっとね見るところの場所によってね怖い雰囲気があるんですよね。これどうなんでしょうかね、これ洞窟の中とかでもこういうのあったんですけど、なんか怖い雰囲気なんですけどね。これ何の意味があるんでしょうかね。これ行きますか。さあ、現在時刻9時6分ですね。あ、猫ちゃんまだあそこでくつろいでますね。バイバイ。もう一匹の猫ちゃんどこ行きましたか。さあ行きますか。遠くのね山々が綺麗に見えますね。さあ、ガソリンを給油していきましょうか。ほいっと、まあ、円に気使ったんですけど、ここめちゃめちゃ安いですね。レギュラーリッター150円ですよ。
びっくりですね。だいたいね、170円後半、180円とか、高いところで180円とかもあったんですけどね。なんでしょうか、この差は。最近また安くなってきたのでしょうかね。出発地と比べて。あね、僕ね、以前よりもね、この GSR にまたがるときのね、足が結構ね、スイッといけるようになったんですよね。なぜでしょうか、ちょっと痩せたからでしょうかね。この辺の肉が取れてから、足が上げやすくなったんでしょうかね。ずっとね、最近感じてたんですよね。体重もね、若干落ちてるんですよね、やっぱ旅中はね。さあ、行きますか。